ご視聴ありがとうございます。ポスビットです。Days Gone。今回はこちら、ビーバーマーシュの大群を大運動会で殲滅してみた、ガードレール最強説。というのをね、ご覧いただきたいと思います。早速、大群が目の前にいました。でまずですね、ガードレールがどう最強なのかっていうのを簡単に説明します。まあ、今見えております、前方に見えておりますこのガードレール、向こう側にディーコンが渡ると、完全に強ポジになります。まあ、バイクで乗り越えてもいいんですけど、まあ、そうこうするとですね、まあ、ガードレール最強説ですね。こっから撃ってもよし、ナパーム投げてもよしと。まあ、これで普通に殲滅もできるんですけども、今回はね、大運動会を開催したいと思います。うちの子供も大運動会終わりまして、はい。ちょっとね、運動会熱が、ボスビッグも運動会熱が出ておりますので、運動会をやっていきたいと思います。そしてこのガードレール沿いにずっと進んでいくと、このような崖のようなところがあります。ここの先端の方に向かって立つとですね、フリーカーがなんと、勝手に強ポジに集まってきます。ここガードレールでハマっちゃったのはちょっとね、ヘッドショットでもしときましょうか。よし。ちょうどね、時間かかるんでちょっとね、その間に、はい、やってまいりました。このようにですね、この崖下に集まってくるんですね、生徒たちが。というわけで、じゃあ、今からね、運動会の開会式を始めたいと思います。それでは、開会式を始めます。大運動会始めるよ。よし。ではですね、最初の競技行きましょう。煙我慢選手権。では、まず、煙我慢選手権。こちらね、まあ、煙に耐えられて生き残ったものが次の競技に進むことができます。なんとですね、この発煙筒で大群がね、どん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 減っていくわけですね。ダメージを受けるんですよ。これは初めて知りました、ボスビッグ。ほら、ね。で、煙が出ちゃうとちょっと失敗ですね。なので、できる限り大群の中にこの発煙筒を投げ込んで、この表示がね、ちゃんと丸い円が描かれないところに投げ込むことで、まあ、内側に入り込んで倒せんのかな、よくわかんないですけど、当たった判定になってんのかもしれないですね。はい。まあ、結構我慢できてますね。まあ、5分の1ぐらいはまあここで脱落ということで。では次はですね、煙と言ったら今度は、まあ、眩しいの我慢選手権やっていこうと思います。これはね、まあ、とにかく眩しいのを我慢して、我慢して生き残ったものが次の競技へと進めるというわけですね。はい。これはやっぱ当たった判定でしか倒せない感じですかね。眩しがってますね。はい。まあまあ生き残ってる。あまり脱落しなかったね、この競技は。それでは次行きましょうか。次はですね、運動会といえば、175メートル走ですね。はい。175メートル走やりたいと思います。では、はじめにですね、ゴール地点に、まあ、やっぱりゴールした瞬間にね、パーンってね、鳴らしたいと思うんで、ちょっとね、近接爆弾を仕掛けときたいと思います。それでは、スタートの合図はですね、このディーコン先生のさじ加減でございます。さあ、いつスタートするかな？ドキドキするね。よーい。あ、スタート。あー、やっぱりやめて。あ、よーい。あ、スタート。あ、やっぱりやめて。あ、スタート。あれ？ちょっと待って。こっち側にもいるんだけど、なんで？なんだこいつら。なんだこいつら。ゴールしちゃってるんですけど。ではね、まとめてきましたんで、改めてね、スタートしました。まず、お、早いですね、小峠選手。早いですね。1位は小峠ですね。これ間違いない。お、1位小峠。さあ、2位は次はあ、おっと、おー、ナイスラン、ナイスラン、ナイスラン。はい、全員小峠ですね。
ちょっと全員小峠なんで、ちょっと焼いときます。ナパームである程度減らして、じゃあもう一回ね、この崖下の方にスタートしていただきましょうか。またね、近接地雷をね、仕掛けておきます。あとはこうストップウォッチでこうパチってね、ゴールした瞬間に手でパチンって止めたいと思いますんで、遠隔起爆爆弾をね、遠隔爆弾をね、仕掛けときたいと思います。十字キーの右を押すことで、まあ、ゴールした瞬間をストップウォッチで、タイムを測りたいと思います。まあ、一番早かった小峠選手が優勝ということでやっていこうと思います。じゃあこっち側で、まあ、ストップウォッチを見ていただきたいなと思います。やってまいりました小峠、小峠選手。おっと、もしかしてこれ起爆しちゃったかも。あー、起爆しちゃったな。あー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 あああ、失敗、失敗したので、じゃあですね、もう運動会は閉会したいと思います。本日は皆様お忙しい中お集まりいただきまして、ビーバーマーシュミッション完了。ではですね、ちょっとあまりにもね単純すぎたので、もう一個大群潰しときたいと思います。スキーリゾートかな、うん、近くにあるんで、早速ねバイクで向かっていこうと思います。まあ、問題はどこにいるかだよね。夜間なんで特に洞窟内ってこともないんで、そこら辺歩いてる可能性もあります。うわ、すげえ高っ、いたー。はい、ではねやっていきましょう。ここの大群はもうねパパパパーっと倒していこうと思います。いや、今のあのジャンプは下にフリーカーがいたんで、フリーカーをクッションにしてバイクでの事故をね減らしたという、まあ、ダメージを軽減したというね、神業テクニックですね。はい、もう終わりそう、もう終わりそうですね。ナパーム強いですね。ではもう終わりですねこれは。まあ、特に運動会をやることもなく、まあ、爆弾を起動して、最後はどうしようかな。最後はねマチェーテでぶん殴っていこうと思います。マチェーテか分かんないけど。はい、ではスキーリゾートの大群ミッション完了と。そして視聴者さんからのメッセージなんですけども、ブレイカーなどをねスナイパー等で狙撃するときとか、頭の中で自分の中でねある歌がメロディーが流れると、その決まったメロディー、皆さんがねどんなメロディーをね頭の中でね奏でながら狙撃しているのかっていうのをねコメント欄でちょっとね募集したいなと思います。でそのコメントのグッドボタンが一番多かったものをちょっと差し込んで、まあ、ブレイカー等を狙撃する動画を上げようと思いますので、ぜひよかったらですねコメントしていただいて、一番グッドが多かったものを差し込んでいこうと思いますんで、気軽にコメントいただけると嬉しいです。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴本当にありがとうございました。ボスビックでした。さようなら。